はい、皆さんこんにちは、マンダリングルフィッシュです。さあ、桜豊王がですね引退して、有力な馬が今現状、残念ながらちょっといないという状況にはなってしまってるんですけども、頑張っていきたいと思います。所有種牡馬には桜豊王がいますね、頑張って稼いでもらいたいと思います。早速続きを始めていきたいと思うんですが、とりあえず4月の1週目まで進めます。ちょっとね、有力な、あ、そうだ、その前にですね、建設をしておきたいと思います。繁殖印判をね増やしたいので、まあ、ちょっと5億円かかるんですけど、いや5億円は無理だな、今6億しかないですもんね。やめておきましょう。ちょっとさすがに無理です。10億円ぐらい貯まったら、ちょっと拡大してね、繁殖品場を増やせるようにしたいと思います。4歳になってもやっぱりオープンに勝ち上がってこれないでいますからね、パーちゃんシーカーとパーちゃんノベルは。お、ヨークが誕生しましたと。父ノーザンテイスト、イニニの88、これちょっと期待の馬ですね。無事に生まれてほっとしていますと。なかなか丈夫そうですよって言ってくれてますね。最初から白っぽい、まるで雪のようだと。なるほど、なんかすごく有力そうな馬っていうのはわからないですね、コメントからだと。そしたらオート進行で次は5月の1日まで進めます。ここで、種付けですねしていきたいと思います。ノミネーションセール、まずは有力な馬がいるかどうかということで、ノーザンテイストをつけられるんだ。ミホシンゾン、桜豊王とかいますね、ミスター CB、桜進撃者になりますね。そしたらですね、まずはセールの方に行ってみましょう。セールには出しません。ノーザンテイストはもう1個持ってるからいいでしょう。ルドルフもね、なんか強い馬を生んだってイメージないんで、やめときましょう。マルゼンスキーとかね、いいかなとも思うんですけどね、ちょっと見てみますか。評判はかなりいいと。でもまあいいかな。サンデーサイレンスとか出てきたらね、買おうかなと思ってたんですけど。というわけで、いいでしょう。そしたら今度はこの長谷忍にノーザンテイストをつけますか。配合評価 B ですしね。谷の力も、配合評価 B だ。ちょっと待ってくださいね。そうするとイニには配合評価 B の人とかいるの？特にはいないと。なるほど、じゃあ長谷忍にノーザンテイストをつけましょう。で、鈴サフランには、配合評価が B の馬っているのかな。ちょっといなそうですね、ここまで見た感じだと。そしたら爆発力重視でこのコントライトつけますか。
半端ない爆発力が期待できますからね。で、イニニを誰につけるかなんだよな。配合評価は最低でも C は欲しいよな。で、かつ、なんて言うんでしょう、爆発力とかも欲しいですよね。メンデスは爆発力12あるんですね。ミスター CB も同じようにあると。この辺で決めたいんだけどな。どうしようかな。そしたら、メンデスをつけましょう。で、パワーチャングレイス、まあ、この辺りはもう博打勝負で、爆発力重視でいきましょうか。コントライトつけますか。インブリートがついて配合評価 D ですけど爆発力が14ありますからね。デュナムキングっていうの爆発力16あるな。こっちにしよう。で、パワーチャンランサムを、ミスターシビが15か。爆発力の話ですね。爆発力は15が最高かな。それ以上高いのはいなそうですね。ということで、ミスター CB をつけましょう。いや、桜ユタガオをつけようよ。はい、これで帰りましょう。で、また1ヶ月進めてですね、時代の状況を確認したいと思います。で、種付けでイニニさんはつかなかったのね。そしたらイニニはどうしようかな。メンデスもう一回つけますか。で、パワーチャングレイスさっき誰つけたんだっけな。爆発力重視でつけたというところまでは覚えていたんですけど、どうしようかな。ダイナガリバーとかつけてみますか。フェイトメーカーはトラストフォーク、桜進撃。困りましたね。桜進撃とかつけてみますか。そしたら、今度は8月の1週目までガツッと進めちゃいます。ここで、ヨークのセール、いや10月の1週の繁殖インバセールまで進めましょう。どうせ期待の馬いませんからね、今残念ながら。この3歳馬4歳馬でオープンに出てるなってる馬がいないっていうのがちょっと絶望的な感じがしますね。メイワパッサー、
いくら ?2100 万か。ちょっと見るだけ見に行きましょう。なるほど、繁殖陰謀を所有することができないんだ。そうか、5頭までですもんね。ちょっと今回は見送りますか。6億。やっぱり建設しましょう。ちょっとかなりチャレンジですけどね。お金が1億しかなくなっちゃったな。なかなか苦しいですね。パーチャンスカウトは報復に出してやってください。全然 OK ですよ。そしたらネクストをしてですね、パワーちゃんよくね。1615万か。公営スポーツ特別号は見ません。表彰式にも参加しません。年末の手続きは自分でやります。まず引退させる馬ですね。1頭ずつ見ていきましょう。今がまさにピークだと言ってますね。もっと大きいところを狙いたいと言ってるので、まあもう1年見ましょう。リボン、リボンはもうピークを過ぎたと。早熟ですからね。リボンは、1000万以下のままなんですが、ここで引退をさせましょう。で次パワーチャンノベル、今がピークだと言ってますね。頑張ってもらいましょう。サミット、まだまだ馬が若いと。なんとかね、パワーチャンサミットは頑張ってもらいたいと思いますけど、シーホークか、お父さんがね。一等引退させましょう。パワーチャンリボンはちょっとこれだと45倍入りさせる価値はないですね。こういった馬が引退するみたいですね。なるほど、パワーチャンリボンは乗馬として今後も活躍するんだな。頑張れよ。パワーちゃんは春巻きは200万か。全く話題になっていないって悲しいこと言うね。新たに、なんか血のあれを書きますかと言われてますけど、パワチャンシーカー評価額500万、これなんかやる必要あんのかな。まあいいや。
やーなんか買えそうな馬いないよな。ちょっとなんか受胎してる馬がいいよな、どうせだったら。の馬買うほど余裕ないんだよな。質がいいって言ってるね、このプレミアムストロング。プレミアムストロングでも買おうかな。はい、いらないというか買えません。繁殖品馬売却はしません。売却しません、まあ、この辺はいいですね。で、この辺はね、売却しないですよ。全部持ち馬にします。入居先とかね、めんどくさいんで、もう一括選択できたらいいんですけどね。旧車は上から順番にやっていきます。なんかね、特性とか見極めながらやるのがきっといいんでしょうけど、よくわからないっていうのも大きな理由なんですが、よし、これでいいでしょう。パワーじゃないね。そしたらですね、また4月の1週目までガンと進めちゃいます。パワちゃんスタイルがな、唯一のオープン馬っていうのもなんか寂しいですね。なかなか勝ち上がってこれてないんですよね、これ見てると。オープンにまず勝ち上がってきてもらわないとな。さあ、ヨークが誕生しました。長谷忍花89ノーザンテスト、どうだ。うん、丈夫そうですよ。だけか、うん、無事に生まれて、うん、丈夫そうですよ。なんかこれといったいいコメントかどうかの判断が全くつかないようなものだけでしたね。というわけで、5月の1週まで進めて種付けをしていきたいと思います。パワちゃんスタイル勝ち目あんの？ちょっと久々なんでね、後で見に行きたいとは思うんですが、ちょっとセールの方も覗きに行きましょう。なんかあるかな？ノーザンテイスト、ミルジョージとかも結構人気なんですね。特にこれといったのはないので、配合評価が、やっぱり B なんで、ノーザンテイストをね、しつこくつけていきましょう。で、イニーニに関して言うと、サーペンフロ、これ爆発力17あるんでサーペンフロつけよう。で、スズサフランはというと、ムーンマッドネスがシングルなんでムーンマッドネスつけますね。ちなみに今お金は2億か。
レミアムストロング、お、なんか B がいた、ね、ミスター CB つけますか。配合評価がね、より高いものをつけていかないと分かんないですからね。そしたら配合評価が C で丸がついているものをつけてつけましょうか。いないと。いないですね。そしたらどうしようかな。メンデスをつけてランサムにはね。でパワーチャンシーカーはというと、トニービンとかつけておきますか。安心感ありますからね。でパワーチャングレイスよ、桜井隆をつけよう。でまた1週間す、違う、天皇賞春出走する馬いますから、これは見ましょうか。久々に天皇賞春、17番人気か。さあこの年、天皇賞春誰が制するんだろう。ここに自分の馬もね、上位人気で出走してたりすると嬉しいんですけどね。残念ながら4コーナーをカーブして、さあこれからです。多分画面にも出てこれねえんだろうな。ミスタースクレの王族馬もオレンジの帽子ですね。まあ、ちょうど画面の中央あたりにいますけど、うわ失速するな。王族のアシーロはどうか。2番手は鹿島ウイング、一気にマウントニゾン、ミスタースクレの、ミスタースクレの1着、2着にはどうやらマウントニゾン、見事に勝ちました。ミスタースクレの稲荷ワン敗れました。あ、稲荷ワンとかいたんだな。まあ、17番人気で13着か。6月の1週目まで進めましょう。これパワーチャンスタイルも引退したらもう本当に、残念ながらそのなんて言うんでしょう、オープンにいる馬っていうのがいなくなっちゃいますね。イニニがついてないんだ。じゃあイニニは桜井隆夫でもつけますか。これお金かかんのかな、自分のとこの種馬お金つけるの。そしたら12月の4週目までも一気に進めちゃいましょう。なんとかね、オープンに上がってきてくれる馬がいないとお金が減る一方ですね。パワーチャンスタイルは多分G3 とかそんくらいでなんとか3位とか4位とかで粘ってくれてるんですけど、情けないのが4歳以下ですね。オープンにね上がってくるような馬がいないんですよね。いやー実に情けない。チャンサミットね、はい、1億か。もう本当にちょうど1億しかお金がない。どうすればいいんだ。P
ピンチだな、年末の手続きやってもな、まあ、パーチャンスタイルはもう、あ、まだいけるの？スタイル。ちょっと直近の成績は？函館記念とかでまあ3着には入ってくれてたりするんですね。G3 の。じゃあ、もう1年頑張ってもらいましょう。で、パワーチャンノベルは？今ピークだと。じゃあもう1年頑張ってもらいましょうね。で、パワーチャンヨーク。まあ、晩成でまだまだ馬が若いよと。パワーチャンスカウトはどうでしょう。パワーチャンスカウトはもう引退ですかね。早熟ですからね。パワーチャンスカウトは引退させます。でパワーチャンサミットはというと19戦0勝。いやー悲しいな。じゃあパワーチャンスカウトだけ引退させて、本当はね、繁殖インバ欲しいんですけどね、お金がないと。所持金が足りません。ブライアンズタイムとか欲しい。いやー欲しかったな。もうバレーが高いイニニを売りましょうか。お金ないし。ありがとうな、イニニ。で、シュボバーは売却しません。うん、比較的早い。いい雰囲気を持っていると言ってくれてますね。期待したいな、まずまず楽しめると。これ、血統的にはどういう血統になってんだ？ノーザンテイストとイニニか。こいつもいい雰囲気を持っていると、なんか当てになんねえな。こいつもいい雰囲気を持っていると。協調材料はありませんって言われてるじゃん。なるほど。そしたら、このパワーチャングレイスは売りましょう。あ、そうか、入れていかなきゃいけないですね。厩舎はまた例によって上から入れていきます。したら本当にお金が手元にほとんど残らなくなっちゃうな。秘書はスミレちゃんのまんま。え、式衣装にしよう。どんな衣装なんだろう。誰か来ましたね、久々に。総賞金か、なんか勝てる気がしないな。ノーザンテイスト系か、パワーチャンハントにしようかな。
ワちゃんハントには注目していきたいと思います。そしたらまた例によって4月の1週目まで進めちゃいましょう。パワちゃんハント頑張れよ。お、パワちゃんノベルがやっとオープンに勝ち上がってくれた。パワちゃんナインもオープンに上がってくれましたね。まあね、オープンに居続けるっていうのも大変ですからね。さあ誕生しましたと。長谷忍の子はなかなか丈夫そうですと。丈夫そうですと。なんかいいコメントっていうのは、お、ターフの緑に入るでしょうねと。これはいい意味なのかな、どうなんだろう。パワちゃんランサムの子供はちょっと覚えておきましょうね。パワちゃんハニーね、3歳未勝利戦だからな。次々にお客さんがいらっしゃいますね。ここには何でしょうか、何かを持ちかけてきてるっぽいんですけど、なーに、めんどくさいから早く行ってよ。世界頂上決戦と名付けましたと。全7戦の G1 レースで競い合いましょうということか。いやー、これ日本の G1 もまだ全ログに取れてないのにこんなの無理。まあ、おいおいってことで。そしたら5月1週の種付けイベントまで先に進めましょう。パワちゃんスタイルが G1 に出てくれると。調子は良くなさそうなんであんまり当てにはならなそうですね。ありがとう桜豊王ね、うちの馬ですよ。分かって言ってんのかなあの人。お、ブライアンズタイムがいる。ちょっとブライアンズタイム誰が一番良さそうかっていうのを見ていきますか。配合評価 C ね。ブライアンズタイム、あ、ブライゼンズタイム、このこいつにつけるのが良さそうだな。ほん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 、ほい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 。そしたらまずですね、ちょっとお金も増えてきたので、ブライアンズタイムにはこのプレミアルストロングをつけましょう。で、ノーザンテイストにスズサフランつけようかな。ああ、ただなあ、パワちゃんランサムと、いやー、パワちゃんグレイスだな。ノーザンテスト B ですからね。であとはもう B 級はいないということであれば直感でつけていきましょう。爆発力重視、クリスタルクリッターズにしますか。ニックスがダブルついてますからね。で、スズサフランは、ニックスがついてるのいましたよね、シングルか。クシロキングか、ビテージ。いやー、やめとこう、気性が荒いって言ってるからな。迷った時は高い馬間違いないですからね。
タワちゃんランサムはというと日報帝王にしますか。爆発力も高いですしね。でパワーチャンシーカーとかこの辺はまあお試しなんで適当にこの辺をつけていきます。でパワーチャンスカウト、おお爆発力15で配合評価しニックスダブル、こいつをつけましょう。でですね、まあちょっとご覧いただいている方は大変申し訳なくてあれなんですけども、例によって6月の1週目まで進めます。なんかパワーチャンノベルの調子が最近上向きなのかな、もしかして。そしたら、ごめんなさい、馬状況じゃなくて種付けですね。パワちゃんランサムだけつかなかったんだ。そしたら日報帝王つけましょう。でちょっと馬の情報を見ときますか。しばらくね全く活躍してないと思って見てないんですけど、あ、中日新聞杯勝ってくれたんだ、11番人気で。で、パワちゃんノベルも最近頑張ってますね。パワちゃんナインは桜花賞12着、うん、この辺りはまだまだですね。人気1番人気ながら敗れてるっていうな、パワちゃんスコープ。大丈夫か。さあじゃあ例によってですね、12月の1週目までガーンと進めますね。違う違う、12月の4週です。そろそろね2歳馬がデビューをするところで、パワちゃんあと2着デビューか。パワちゃんサミット、パワちゃんヨークといったところは、もういっぱいなんですかね。今年の2歳馬頑張ってるな。といったのも束の間で苦戦してそうです。やっぱりまだ勝っているな。クリスマス朝日奈すみれってこんな格好してるん。あ、有馬記念なんか見たくないよ。どうせ勝ち目ないんでしょう。14番人気ね。あ、7着頑張ってくれたんだ。オグリか。オグリが1着で有馬記念レコード勝ちしたみたいですね。自分でします。まあパワーチャンスタイルは引退ですね今年で。パワーチャンナインはというとまさにピーク、衰えを見せ始めてるということなんで、パワーチャンスコープは引退と。まあ、この辺りはこれからってとこですかね。はい、いりません。この辺はいいですね。バーチャンスタイルは下馬になったんだ。
キャップ、パワちゃんスタイル150万円、頑張れよ。サイバーなんですよね、肝心なのは。いやー、お金なくてちょっと買えないですわ。欲しいですけど、お金ないんで買えないです。サンデーサイレンスとか欲しいなー。28億円か。で、所有するヨークですね。協調材料がありませんって言われてるな。協調材料がありません。結構いい雰囲気を持っていますと。やった、大物の雰囲気を持っているって言われてるぞ。こいつ頼むぞ。そしたらインニンにスズサフラン、この辺りは売って、パワちゃんグレイスと桜進撃の子ね。あ、違う、パワちゃんランサムか。パワちゃんランサムと桜豊王の子は注目していきましょう。勇者はいつものパターンです。上からサクラ豊王とパワちゃんランサムね、期待したいですね。大物の予感って言ってますからね。めちゃくちゃ期待してます。最近いいとこないからな。なんすか、4月の1週目まで、いや1週目だな。なんとかしてサンデーサイレンスの子供つけたいな。けどオープン場が一頭もいないっていうね、非常に苦しい、お金が徐々に減っていってしまうような、そんな状況にもなりつつあるんですけど、今パワちゃんヨークがねオープンに上がってくれたみたいですね。ようやく、さあヨークが誕生したと。丈夫だ丈夫だと言ってくれてるぐらいで、特になんか活躍するかどうかのヒントになるようなコメントはなかったですね。パワちゃんハント、いいよ、出して出して。パワちゃんシーカーね。期待できるかね、パワちゃんシーカーに。おっと、間違った、セーブにしちゃいました、ごめんなさいね。オート進行ですね。サンデーサイレンスいっぱいつけたい。サンデーサイレンスがいるな。じゃあサンデーサイレンス誰つけたらいいかっていうのを、見ながら決めていきましょう。サンデーサイレンスは配合評価 B だからこいつにつけよう。ブライアンズタイム、
発力12、ノーザンテイスト、キャロルハウス、オグリとかつけてみますか。1頭ぐらいは長谷忍さん、ペイザバトラー、キャロルハウス2頭つけるともったいないもんな。そしたら桜井隆王にしようかな。あれ、桜井隆王がいない。じゃあリアル車台にするか、久々にね。自分のとこのおしぼばなつけられないってなんか本当かなって感じするけどな。誰か来たよ。うわ、パワちゃんとか負けてる。頑張ってくれ。ここら辺はね、適当にガンガンつけてっちゃいましょう。チャイナ服着てる。こんな秘書いていいのか。謎の秘書。さてと、頑張れ。パワちゃんヨークしかいないのか。今オープンに勝ち上がってるのは。パワちゃん9が上がってくれましたね。このままね、キープしてくれればいいんですけどね。なかなか期待の馬っていうのがいないですね。ありがとうございます。そしたら次の週に行きましょう。マイナス1200万か。3億しかないもんな。衰えたという馬に関してはもう一律に、切っていきましょう。ちょっとこれは無理ですね。4、5倍入りはさせません。パワちゃんアンヌは繁殖頻繁になるんだね。大物の予感がするって言ってたね。あの馬ね、期待したいんですけどね。ちょっと心当たりで1頭ぐらい買っとくか。こいつ、そうそう目にかかれないってすごいいい馬なの。買おう。シルバーのお札を持ってないから買えないと。なるほどね。
このスマイルキューティーさん買おうかな。じゃあ素晴らしいって言ってますしね。じゃあスマイルキューティーさんを、売ってください。ショーバーも売却しません。この辺はいいですね。さあここですよ。結構いい雰囲気を持っています。サフランね、結構いい雰囲気を持っていますと、みんないい雰囲気を持ってると言ってくれてるものの、抜群の評価っていうのはないか。まあ全員いやーなかなか厳しいですな。ジリ貧な状態ですね。何でしょうか。相談に来ましたよ、西村さんが。失業したと言って、こいつ何者なんだよ。失業したからってうちに頼りに来るかね。じゃあ5月の1週目まで進めますね。種付けをしていきます。サンデーサイレンスとか出てないかな。出てないと。そしたらサンデーをつけたいんで、スマイルキューティー誰つけるかな。サンデーは B か。まあサンデーサイレンスつけましょう。でこっからはもういつも通りですね。ノーザンテイストサーブラーをつけて、ハセシノブにはスキャン。これ初めて見る馬かな。プレミアムストロング、爆発力がすげえ高い。爆発力31といった半端ないです。今までのどれよりも圧倒的に高い。ダンシング・グレイブとかつけました。ランサムはスターリフト、パーチャンシーカーにはリズム、オーグリつけるか。配合評価 B だしね。パーチャンスカウトは、おお、キャロルハウス、爆
圧力、あ、ダンシングブレイブがいいですね。ダンシングブレイブ2頭になっちゃいますけど、この辺りでつけましょう。そしたら、進行しましょう。まずは1ヶ月つけます。パワーチャンリバー、パワーチャンクロスあたりが、頑張ってくれてはいるのかな。ダービーは4番人気で7着か。青馬賞はでも勝ったんだな。東証リバーちょっと血統見たいな。ノーザンテイストにハセシノブか。あ、何、子供が生まれるとかじゃないだろう今の感じ。ちゃんアンヌはこいつをつけときゃいいか。そしたら進行で12月の4週目までもうガンと進めちゃいますね。大物の予感がするって言ってたのがドイツになったんだろう。するって言ってた馬なんだろうな。なんか全然いいところないな。パワちゃんロッチ、お金は。プラス239万円。今回はお任せしちゃいましょう。お願いします。もう1年やったら終わりにしたいと思いますね。断食、全然知らない馬だったな。まあ加工気味の馬に関しては、終了します。パワちゃんナインか。どんな活躍したんだろう。京都記念とか勝ったんだ。競走馬何頭まで持てるんだ。っていうかお任せしたはずなのになんか自分でやってるな。しかないからな。やっときましょう。無理無理。ゴールデンフェザントとか欲しいけどね。繁殖インバの売却か。まあいいでしょう。この辺りも 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1頭売らなきゃいけないんだな。そうなるとどうしよう。パワちゃん、パワちゃんグレイスとかにしますか。
今誰つけてんだっけ、パワちゃん。グレイズは。あー、サンデーサイレンスか。パワちゃんランサム、パワちゃんグレイズ。これでいいかな。強化材料はありませんって言われてしまう。解約しましょう。じゃあいい雰囲気を持っている。これはね、結構いい雰囲気を持っている。本当ですか。からな。なんかこれといった大物の予感みたいのが来ないですね。結構いい雰囲気って言われてもな。もうちょっと具体的に欲しいよな。はい、こんなもんですか。あと1年やらせてください。そしたらこの回は終わりにしたいと思いますので、あと1年ねやらせていただきたいと思いますが、なんすか。がいいよな。どうせ勝負するんだったら、パワちゃんみたいにしましょう。いやー、お金ないっすもん。よく人来るね、ここ。ここは、4月の1週目まで進めます。どうなんだろう、お金が増えてってるんだろうか。非常に気になるな。あ、でもお金4億になってるってことはちょっと増えたんだな。エアグルーヴね。そしたらですね、オート進行で5月の1週目まで飛びます。ただオープンに勝ち上がってきてくれた馬っていうのは徐々に増えてきてますね。ブライアンズタイムね、いい馬ですよね。サイレンスはとにかくつけていきたいっす。
もう全然わかんないからな。1個でも成功例ができてくればね。ああ、じゃあその成功例にのっとってつけていきましょうみたいになるんでしょうけど、現状全く成功してるとは言い難いんで、どうしたもんかというとこですね。こういうふうにね、何の理論もなくつけてるのが一番の問題だっていうのはあると思うんですけど、ちょっと誰か教えてほしいぐらいなんですよね。なんかちょっと見てみたんですけど、難しすぎてよくわからない。種付け、汗しのぶがついていないゴールデンフェザントにつけましょう。そしたら12月の4週目まで進めて終わりにしたいと思いますね。はい、なんかな、見守りたくなるような強い馬が出てきてくれたら嬉しいんだけどな。桜豊を、買った馬なんですけど、桜豊を以来 G1 に挑戦して勝ってくれるような馬が出てこないっていうのがね、寂しい限りですね。パワちゃんロッチとかなんか最近頑張ってくれてんな。パワちゃんスパート、ちょっと結果を見ていきましょうか。馬情報ですね。パワちゃんヨーク成績は、最近ちょっと勝ててないって感じかな。パワちゃんロッチ、府中牝馬ステークスで2着に入ったりとか、ターコイズステークスで3着とかね、ローズステークスでも1着になってくれてたりするんで、まあ頑張ってますね。そしてパワちゃんローレルはどうかというと、どうだろう、まあ頑張ってはいるけどな。で、パワちゃんサミットに関して言うと、厳しいか。パワちゃんスパート最近すごく調子いいじゃん。ねえ、竹豊乗ってくれてるし、パワちゃんリストは注目だな今後ね。この辺りは厳しいですか。はい、というわけで今回はここまでにして、次回以降頑張っていきたいと思います。